おはようございます。何気ない言葉が胸の中に溶けてゆく。それが涙となり溢れるよ。動くんだ洗濯機。なぜ止まっている、なぜ止まっているんだ。動いた、動いたぞ。洗濯機が動いたぞ。嬉しい。行くんだ、その調子で洗い続けろ。2日前ぐらいまで 65.8 とかだったんですけど、2キロぐらい太りましたね。昨日オフでね、ご飯も本当に好き勝手食べまくったら太りましたね。まあチートデーっていうことなんで、こんぐらい予測してはいたんですが、さすがに体脂肪率も 2% ぐらい増えてますね。これはまずちょっと今日からまた節制頑張りたいと思います。おう、うんま、朝飯ってことで労働してきます。労働終わりなんですけれども、皆様何かお気づきですか？そう、髪を切りました。はい、ということでちょっと仕切り直してもう一回いきます。髪を切ってなお労働終わり。今日は茶色と白のコントラストを用いた目玉焼きを作っていきたいと思います。ちなみに砂糖と塩もコントラストの白と茶色になっております。僕の名字はちなみに佐藤でございます。どうでもいいです、コントラストでございます。本日の目玉焼き採点いきたいと思います。なんかちょっとあうんが立ち込めていますが、早速いきます。ドゥドゥンドゥンドゥドゥン。あーっと、これは黄身がこぼれている。これは非常に点数が低くなるであろう。27点。米をラップしてさらに置いた時のこのなんか明らかに人工的に作られた米の形、これめっちゃ好きなんですよ僕。普通にもそった時のモリモリじゃなくて、この明らかに仕掛け、もう長いんでやめます。はい、とにかく好きです。はい、わかる人いますか？人工的なご飯の上に乗せた目玉焼きとお肉とその他の野菜炒めで昼飯完成。めんどくさい。楽な仕事だったぜ。反対だ、ズボンが反対だ。やばい、今ちょっと大事件が起きました。3日前ぐらいに使ってた弁当、カバンの中に入ってて今見つかりました。洗ってないです。やばい、ちょっと匂い大丈夫かな。ちょっと怖いけど嗅いでみます。ああ、ちょっと意外に臭くない。ちょっと洗います。だめ、入念に洗いました。入念に弁当を洗った。皿洗いは金なり。練習行ってきます。トイレから失礼します。練習終わり。はい、ということで終わりました。今日ちょっとここぶん殴られて真っ赤なんですけれども、はい、ちょっと今喉が死にそうになりました。あと鼻声がやばいです。はい、ということで明日も頑張ります。ということで皆さん良い一日、お年を過ごしてください。あやー、体痛い。ありがとうございます。このなんか骨盤あたりが痛いっすね。なんか走るとズキズキします。大切にしろよお前の命。俺は家に帰るぞ。持ち主見つかるといいな。じゃあな、愛してるぞ。お前のこと愛してるぞ。世界中の敵に降参さ、戦う意志はない。世界の彼の邪魔もしません。叩きます。今あのお湯飲もうとしたら熱すぎてマジ火傷しました。出ろ、終わった。
労働開始ということで、労働終わりなんですけれども、ちょっと花粉が、目がやばい。ちょっと目の中に直接なんか粉をこう貼り付けられてるようなきつさがあります。ちょっと目ん玉こびり出して全部丸ごと洗いたい気分ですけど、そんなことしたら死んでしまいますから、ちょっと何言ってもわかんないですけど、とりあえずまあ仕切り直して、花粉がひどすぎるけれども、バッテリーがあとちょっとだけれども、労働終わり。今日も目玉焼きを作っていくよ。はい、ということで、その間にね、ご飯をチンしていこうと思うわけなんですが、これね、他の人に取られないように、省エイの市です。はい。食べるなよっていう、そういうね、マーキングです、マーキング。はい。本日の目玉焼き採点いきたいと思います。ドルルルルン。ブン。おっと、なんか地味です。煙が出てないので、地味なので、これは50点。ということで、さっきの目玉焼きに、さっきの米にハムをプラスして、あとは卵の炒め物で、昼飯完成です。これもらいました。めっちゃ嬉しい。2018年、那須川天心とメイウェザーの時です。の T シャツですね。はい。じゃあ、練習行ってきます。練習終わり。目が痒すぎ。目痒すぎる。ちょっと今柔軟してるんですけど、前までこれ90度いったんですよ。これが180度か。180度こう、ガーっていったんですけど、今ちょっと100、160度ぐらいですね。ちょっと悔しいんで、ちょっと今日から柔軟もやろうと思います。まあ、柔軟しながらちょっと話したいんですけど、コメントでね、たまにあるブレイキングダウンに出てほしいとか出てほしくないとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、僕としては、まあ、今後も出ていきたいな、応募していきたいなって思ってます。それと同時によくあるのかな、アマチュアシュートとかディープとか、そういう普通の総合格闘技のアマチュア団体だけに出てほしいみたいな、そういう声もあるんですけど、それに関してはどっちも出たいと思ってて、まあ、正直言っちゃうと露出があるからなんですけど、ブレイキングダウンに出たいのはね、ブレイキングダウンに出ていろんな人に見てもらって、でその上でこうアマチュアシュートとかそういうところでプロを目指して MMA の試合をもうがっつりやっていきたいなって思ってます。まあ、そんな感じですかね。はい、そろそろもう時間も時間なんで寝ようと思います。ということで、皆さん明日からもまた頑張りましょうということで、次の動画でお会いしましょう。じゃあさよなら。Die!